上には上がいるものです。昔ある村の田んぼに大きな大きなカエルが住んでいました。他のカエルも驚くほどの大きさで世の中で一番大きいと自負していました。ある時お伊勢参りに出発した大きなカエルがまっすぐ続く一本道を進んでいると夜になってしまいました。そこで道の上で寝ていると、なんとそれは道ではなく大きな蛇の背中でした。すっかり驚いたカエルはぴょんぴょんと逃げていきました。その様子を見ていた大きな蛇は大笑いし、蛇も伊勢参りに出かけることにしました。やがて涼しげな木陰があったので一休みをしていると、その影は大きな大きなワシの影でした。驚いた蛇はワシの羽ばたきで遠くへ飛ばされてしまいました。ワシはその様子を見て笑いながら3度ほど羽ばたくと、もう海まで来ていました。ワシも伊勢参りへと飛び立ったのですが、広い海の上を飛び続けているうちに次第に疲れてきてしまいました。海から出ていた赤い棒に止まって一晩休み、翌日も一日中飛び続けました。するとまた海から赤い棒が突き出ていて、ヘトヘトのワシはその棒に止まって休むことにしました。その時赤い棒が揺れたかと思うと、大きな大きな伊勢海老が姿を現しました。赤い棒は伊勢海老のヒゲだったのです。ヒゲの一振りでワシは遠くへ吹っ飛んでいきました。そして今度は伊勢海老が伊勢参りに出発しました。海の中を歩いていると夕方になったので、うまい具合に開いていた穴に入ってぐっすり休むことにしました。翌朝目を覚ました伊勢海老は穴から吹き出した潮と一緒に天高く吹き飛ばされてしまいました。その穴は大きな大きなクジラの穴だったのです。クジラに吹き飛ばされた伊勢海老は遥か彼方まで飛んでいき、岩の上に落っこちてひどく腰を打ち、すっかり腰が曲がってしまいましたとさ。